それでは次にですね、今現状パテを持ったところは除いて2層4503、強度が強い方のシリコンが2層ある状況です。ある程度厚みをつけた方がシリコンの方も強度が上がるので、一度ここで3266、安い方のシリコンですね、これに少しキャブシルを混ぜて固くしたもので厚みをつけていきます。ハケで塗っていくので、そんなに固くしちゃうとハケですごく塗りづらいので、まあ、流動性を残しつつもダラダラ垂れてこないぐらいの量、どれぐらいなのかちょっといまいち分かりにくいですけど、今シリコン 300g 取ってますね。シリコンの型の厚みは用途によって変わります。例えば、1回きりでもう使い終わった後は捨てちゃうような型はあんまり分厚くしてももったいないだけなんで、そこまで分厚くしたりしません。しかも4503もつかなかったりね、安い方のシリコンだけで仕上げたりします。逆に有機溶剤系のもの、樹脂とか、あとまあシリコンで品物を作るときもそうなんですけど、ある程度厚みがあって強度がないと型がもう使い物にならないんですね。もう一回も使えない可能性もあるぐらいなんで、ある程度厚みがつけた方がいい場合も大いにあります。3266はね、8% も混ぜると結構早く固まるので、多少流動性があってダラダラ垂れていってもちょっと垂れたのを上に戻してっていう風に塗っているうちにすぐに固まってくれると思うので、まあキャボシルの量はちょっとお好みで調節してみてください。じゃあまたハケでね塗っていきましょう。今回はね、この型に厚みをつけるのが目標なんで、またダバーっとして塗り残しがないように全体的に塗っていきましょう。で今回はちょっとその羽の部分もねしっかりと厚みをつけてやりましょう。今回のこいつに関しては結構髪の毛の部分はさっきのパテでねしっかり埋めたので、髪の毛の部分はことさら分厚く盛る必要もないかなとは思います。そっちよりね顔の方をしっかりと厚みをつけてやって、特に鼻の頭とか薄くなりがちなんで、そういうところがないようにしっかりと全体に塗り広げてやってください。この時につららみたいにこう垂れてるシリコンとかそういうのが残ってないように気をつけてくださいね。そういうのが残っているとまた後で切るかまた埋めちゃうかしないといけないので、この時に明らかに気泡とかがね中に入ってしまっている場合はちょっとハケでしっかりとこすってやればそういうのはね潰せると思います。いちいちねエアで拭かなくてもこの辺りは大丈夫かなと思いますが、あまりにも大きな気泡とかは入れないようにしてくださいね。ともうこう塗ってる間にもうゲルってきたので、このまま大きなタレとかさっき言ったつららがないかしっかりと確認して固めちゃいましょう。この後はガーゼを貼る工程になります。こんな感じですね。はい、では3層目ですね。さっき塗った3266のシリコンが固まりました。この次からはまた3266を塗って、その直後にガーゼを貼り付けていって、
このシリコンの型の補強をしていこうと思います。でまあガーゼこちらですね、普通のあの医療用のガーゼ、いつもこの10メートルサイズ、10メートルのね長さのものを買って、まあ、このサイズにね切って、まあ、別にサイズは何でもいいんですけど、このサイズだと切りやすいんで切って貼り付けていきます。基本的にガーゼは1層か2層ぐらいで十分ですね。僕はいつも3266を塗ってガーゼを貼り付けて、3266がこう表面にあまり染み出てこなくなるぐらいまでガーゼを貼り重ねるっていうことをしてますね。だいたいそれで2層ぐらい貼ってるかなと思います。ってことで3266をまた今回は 300g 混ぜて、でこのガーゼ貼るのは結構時間がかかるので硬化剤少し少なめにしようと思います。 5% ぐらいかな、混ぜようと思ってますので一旦シリコンを混ぜていきます。はい、それでは3266 300g 混ぜたのでガーゼ貼っていきますね。今回は硬化剤はずっと使ってる混ぜてる方を今回は使ってます。でキャボシルは混ぜずに3266単体で塗っていきます。結構ねこいつはね時間との戦いなんで、シリコンが固まる前にガーゼをすべて貼り切ってしまわないといけないんで、しっかりと全体に厚みがつくようにね、3266塗り残しがあるとこの後ガーゼくっつきません。しっかりとガーゼを貼るために全体にまんべんなく塗り重ねていってやってください。この間どんどんシリコンが下に流れていきますので、できるだけねこの上の方にシリコンを残しといてやってほしいです。というのも上の方のシリコンがねどんどん下に垂れていくと、上の方にねガーゼを貼っつけるのに十分な量のシリコンが残らないので、鼻の頭とかこの毛の頂点のところとかですね、この辺りにシリコンが足りなくなってしまうことがよくあるので、流れ切らないようにしっかりと流れたものを上に戻しながらシリコンを全体に塗っていってやってください。結構ね3266は4503と違って粘度がないので、粘度が低いので結構下にねどんどん流れていっちゃいます。こんなもんで十分かなと思います。でですね、このままガーゼをこの上に貼っていくんですけど、このハケがねベチャベチャなままだとガーゼがねこのハケにくっついてすごく厄介なんで、常にヘキサンですね、ヘキサンで一回洗ってヘキサンをつけながらガーゼを貼り込んでいきます。一旦ねベタベタをハケに少しヘキサンを含んでいる状態にしておけば、基本的にハケにシリコンがくっついてきてやり作業がしにくいってことが少なくなるのでおすすめです。ただしあまりべちゃべちゃにしすぎると、今ここについてあるシリコンとヘキサンが混ざってシリコンが侵されます。侵されるというのはふやけちゃうというかね、溶けちゃうので、そうならないように最小限の量でね、最小限で、の量をハケに染み込ませていただいて、コントントンと叩いていくと。この時に隙間に気泡が入ったりしないように気をつけてくださいね。で割とまめにヘキサンをつけてやってトントンと叩いてやると。で割とガーゼはいろんな形に沿ってくれるので、ある程度ね大きなままでも貼り付けることが可能です。でこの縁ちょっとはみ出ても問題ないので、後で切ればいいんでね、貼っつけていきます。でもし形が添えにくかったりするところがあればハサミで切って小さくしていけばいいので、
まあ、すでにお分かりかと思いますが、こういう風に貼っていくとね、そこそこ時間がかかるので、あまり硬化剤を調子に乗って入れすぎると、後で痛い目を見るぞっていう感じですね。でガーゼ、部分的に重なってしまっても特に問題はありません。ただあまりにも重ねすぎたりとか、シリコンの量が不十分な場合だと、しっかりと貼り付いていないことがあるので、貼り付いてさえいれば多少分厚くても何の問題もありません。この、ね、表面にシリコンが染み出てくるので、ちゃんとその染み出てきてガーゼとしっかりと密着していることを確認しながらガーゼを貼り付けていってください。ちなみにさっきも申しましたが、改めて引きさんはね、揮発性が非常に強いので、火気厳禁でお願いしますね。ちなみにガーゼ貼っていくのは上からでも下からでも特に問題ないです。最終的にしっかり貼れればどちらからでも大丈夫です。今こういうふうにガーゼを貼っていて、シリコンが染み出してきている部分っていうんですかね、シリコンがまだ十分にガーゼを貼っ付ける能力がありそうなところには、ちょっともう一枚ずつガーゼを貼っていくって感じでいつもやっていってます。最終的にこの後にもう、一度シリコンを上からかけます。でこの実際貼り付いているんだけども、ガーゼの芽が出ていると、芽というかこの繊維が表に出ていると、この後にジャケットをね上に塗っていくんですけど、それがこのガーゼに絡みついちゃってシリコン型から取れなくなる可能性が大いにあるので、しっかりとここは目止めしていきますね。 目止め目を埋めていくっていうことをしていきますね。これぐらいの作業時間を見ていただいて、この間シリコンが硬化しないような硬化剤の、量でシリコンを今回の場合は作っていかなければいけません。なのでもし自分の作業のスピードがに心配がある方は、ここの硬化剤少し少なめにしていただいて、その分ね時間硬化するのに時間かかるんですけど、まあ、待てばいいだけなんで、しっかりと時間かけて固めてやれば失敗なく作業を進めることができるかなと思います。基本的にガーゼは一層貼れていれば特に問題はないです。
2層3層となればなるほど強度が増しますけど、1層だけだと極端に強度が下がるというものではないので、1層張れていれば大丈夫です。お米もこれ張っていってますが、多分これね、全部2層目張り終わる前に固まっちゃうんで、まあ、張れるところまで2層目張ってるって感じですね。で、特にこの縁のこの何ていうんですか、羽の部分はちょっとね、負荷がかかるかなとちょっと予想されるので、少しだけね、確実に2層張れるように今ちょっと急いで張り込んでおります。でこの表面がね、ちょっとね、固まってきたかなって思ったら、少しヘキサンを多めにつけてですね、下のシリコンをちょっと溶かして、薄めたシリコンをこの表面のガーゼに染み込ませるぐらいの感じで、叩いて貼り付けてやると、意外となんとかなります。ちょっとこれ禁じ手というか、あまりおすすめのやり方ではないんですけど、まあ、ちょっと強度を持たせたいところには、こういう裏技をしてでも少しね、しっかりとガーゼを貼り込んでいった方がいいかなと思います。このシリコンの型取りではガーゼを間にこういうふうにね挟んでいくのが主流なんですけども、人によってはトリコットって呼ばれる、なんて言ったらいいのかな、なんか伸縮性のある生地を間に貼り付ける人もいます。僕はトリコット結構苦手で、なんかね、貼るの伸縮性のある生地なんで、なんかすごいテロンテロンなんですよね。こんなガーゼみたいにこうパリッとしてなくて、ふにゃふにゃなんで、すごく貼りづらいんですよ。昔使ったっていうか、まあちょっと買って、未だに使ってないのがずっと残ってるんですけど、なのでまあガーゼがあれば十分かなと思います。今僕こうやってなんかとりあえず無理やり貼れるところに貼っつけていってますけど、これ本当に個人差というか好みが結構ありまして、一層で十分って人もいれば、もっと分厚くした方がいいよっていう人もいるし、これに関しては好みというか、どういう型にしたいのかっていうところも影響してくるので、まあ、一概にこのやり方だけが絶対正しいというわけではないので、皆さんもそれぞれね、やりやすい方法とか好きな方法を模索してもらえればと思います。しっかりと貼り残しというか、ガーゼがねくっついていないところがないか確認して、しっかりと固めましょうね。こんな感じです。ちょっと白いシリコンの上に白いガーゼなんで分かりにくいですけども、まあこれでしっかりとシリコン、ガーゼを貼り込むことができました。これ一度固めて、この上に4503、高い方のシリコンですね、をかけてコーティングします。で、その上にジャケットを貼っていくんですけども、ジャケットとシリコンがずれないように位置をしっかりと決めるために、キーというものを貼り付けていきます。なので、あとシリコンの工程は2つ、最後のこの目止めとキーを貼り付けるところですね。それができたら、この後ジャケット作りになります。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。ご意見ご感想などありましたら、コメント欄までお寄せください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。